もしもし、突然ですが東です。もしや今日は東さん、もしやというか、もしや有馬記念ですよね。はい、ドデュース感じます。東海先生ですね。東海先生、あ、どうもこんにちは、東海です。あ、まずは有馬記念優勝おめでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。これは先生 G1 18勝してますが、僕も見て、はい、あ、初なんですね有馬の勝ちは。そうなんですよね、今まで3着が最高だったんで、はいはい、本当に嬉しいです。気持ちが ね、 ね、今日は少しお話のを聞かせてください。よろしくお願いします。はいはい、あ、お願いします。今日は三頭出しで、武さんなんか今日この有馬一鞍、まあ、入魂というね風に見えたんですが、まずはこの有馬、たくさんのお客さんいて、同級生の歓声聞かれましたか？いや、本当にもう ありがたいと思いました。すごく、はい、歓声で。ここ参戦、天皇賞から指導して、はい、どうでしょう、ジャパンカップで少し締まったと、はい、マイナス8キロで、はいはいはい、ここを使いつつどのように先生このドデュースの変化という、そうですね、はい、ここ3戦というか夏からずっと在球で調整してたんですけども、天皇賞使って本当に具合良くなって、はい、ジャパンカップを迎えたんで、ジャパンカップの出来をここまで維持できればいいなと思いながら状況だったんです。今ポリトラックでね、合わせでやってるのが映ってるんですが、はい、やはり、はいはい、メンタル面、調整の方もリラックスしてきたっていう意味があったんでしょうか、同時に。そうですね、1回使って、うん、天皇賞の後からちょっと調教の動きから変わってきましたよね、リラックスしたって感じですね、はい、そういう意味では使って今回有馬ということで手応えあったと、はいはい、武さんも、ダービー取ってからなかなか成績結果出てなくて、悔しい思いしたと思う、先生も悔しい思いしたと思うんですが、こんなもんじゃないドデュースだって武さん言ってました。先生はドデュースに対してどんな思いありました？いや、僕もそう思ってました。同じですか？はい、同じ、はい、今日だから武さんとはレース終わって何かお話しました？いや、また来年1年頑張ろうってことで。そうか、さすがドデュースって感じで。ドデュースお互いにやっぱりこれが本当のドデュースですよねっていう話で。なるほど、もうその言葉いらないで、はい、馬体が、僕ら見ても解説の方を見ても、はい、今回プラス2ですけど、やっぱりいい意味でその締まってきてるんですか？そうですね、天皇賞ジャパンカップ使ってかなり体は締まってきたと思うし、キャープになったと思います。このままなりには、はい、今日キーワーズの増島さんはご一緒でしたか？いやいや、当然、はい、一緒で、もう、はい、どうでしたか？増島さんも一番悔しい思いしてると思うんで、はい、はい、本当にもう3人で、はい、いや、はい、感無量でした、馬場では、はい、ちょっとレースを振り返っていただきますが、はい、スタートを少し遅れ目、途中ちょっと後方から少し行きたがるのを豊さん、そうですね、やはり無理させないとおっしゃってました。はい、レースの後豊ジョッキーと喋ったんですけども、やはりちょっと以前よりも行きたがるようなところを見せてるっていうんで、意識的にゲートはそろっと出したんだと思うんですよね。はい、はい、でそこはあえてこう馬のもうリズム重視してとおっしゃってました。ただ、ね、はい、この勝負どころで結構淡々とタイトルホルダーが波のないラップで逃げているのか、これ少し外目から、あの上がっていく足本当に速かったですもんね。あれはちょっとアンゴラ手前から、はい、びっくり。先生自身も想像以上でした。どうです、いや、もう当たり前ですか、どうですだったら。いやいやいや、ちょっと思いましたよね、最後まで持つかなというのは。はい、京都記念の時のような、ね、手応え、あの時も素晴らしかったんですよ。はいはいはい、やっぱりこの馬の勝ちパターンがやっぱりああだと思うんじゃない、こう外からねじ伏せるような感じで上がっていくっていうのが、ね、そういう武さんもこの馬の末は信じたっておっしゃいました。直線、はい、先生声出ましたか？ちょっと聞いて。いや、久しぶりに出ました。天皇賞ジャパンカップとはね、じーっと見てたんですけども。あ、そうですか。はい、天皇賞の後もね、これが実力じゃないって先生おっしゃって、本当に素晴らしいグランプリ制覇だったと思いますが、はい、もうレースから帰ってきたドデュース問題ない、お元気ですか？
すぐ息も入って、問題ない、はい、うん、問題ないです、はい。まあ、だから握手は豊さんと交わされてたんで、もうあれですね、もう言葉じゃないというね、握手。そうですね、もう、うん、はい、はい、うん。ドウデュース来年で5歳になります。まだ先生、まあ、12戦というキャリアで、まだまだ来年1年間頑張る予定してます。はい、はい、どうでしょう、まあ、ちょっと早いですか、目標聞くのは。まあちょっとそこ聞かれまだ早いぞ、東だったら言ってください。いや、まあ、競馬の後で日高さんと来年また忘れたものを取りに行こうって話してしました。ってことは、はい、友道、松島、竹のこのトリオの秋ですね。ね、まあ行ければいいですよね、またね、はい、またそこ、まあ、そこまでね、無事重長いて、そうですね、はい、またロンシャン楽しみにしてます。じゃあ、はい、ちょっと気が早いですが、はい、それで今日競馬場行けなかった今視聴者の方、ドウデュース応援してくれたファンたくさんいると思います、はい、最後にメッセージの方いただいてよろしいでしょうか。いや、本当に本当にね、この馬ファンが多い馬で、ファンレターとかね、お守りとか毎日こう届くんですよね。本当にもうそういう一人一人のこう思いが今日の勝利につながったと思います。本当にありがとうございました。また来年も頑張ると思いますので、はい、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。まだ競馬ありますし、年末年始って先生、はい、少しは休めるんですか。いや、まあ、もう1月1日だけが調教お休みで、あとはもう段取りの調教してるんで、はい、まあ、まだあと28日も競馬あります。そうですよね、はい、年明けはもう来年は6日からですか、はい、競馬始まるんで、また、はい、いい競馬さらに見せできるように頑張ります。わかりました。また先生、ビッグレース勝った時はお話を聞かせてください。はい、いえいえ、またいつも、はい、よく料理、はい、よろしくお願いします。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。人気だったですよね、みんなファンもやっぱりですよ、ね、2番人気なんですね、この臨戦で ね、はい、またね、そしてまた来年の、ね、はい、サービスいろいろ教えていただきました。ね、そうしたね、そこまではね順調にいってね、強いドウデュースたくさん見せていただいて、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。以上、もしもし突然ですが東ですのコーナーでした。